伊野博士次は、ジャーナリスト、日本放送協会役員である。東京都出身。父は元 KDD 社長の伊野学。1977年3月、早稲田大学小学部卒業。同年4月、NHK に入局。同年6月 NHK 岡山放送局放送部。1982年8月、NHK 名古屋放送局報道部。 1986年8月報道局取材センター1989年7月報道局ニュースセンターに所属1993年6月報道局ニュースセンター記者1994年6月 NHK 仙台放送局放送センター記者1997年6月報道局取材センター記者 1998年6月報道局取材センター副部長2000年5月報道局制作センターチーフプロデューサー2002年6月報道局取材センター担当部長2004年6月報道局取材センター統括担当部長2005年6月報道局取材センター部長2006年6月 NHK 福島放送局長 2008年6月内部監査室長。2011年6月、経営委員会事務局長を歴任した。2012年4月、NHK 理事。2014年4月25日、NHK 専務理事、放送総局長。2016年、NHK エンタープライズ社長。2019年に NHK 専務理事、ありがとうございます。